リカと日本、そして世界をつなぐ NAFCONNECTS for Africa and the World のエリーナです。私たちは動画でインタビューをするのが今回初めてなんですけれども、本日なんとそれにふさわしい方に来ていただきました。流通経済大学3年生であり Under-21 サッカー日本代表、20歳のオビーパウエル・オビーナさんです。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速ですけれども、ご家族についてまずは教えていただきたいと思っています。はい、お母様が日本の方、どちらのご出身ですか？北海道です。北海道、はい。そうしましたらお父様はどちらの出身になりますか？ナイジェリアです。はい、ナイジェリアのどこあたりですか？ナイジェリアの東側のイボです。そうなんですね。はい、行かれたことありますか？2度あります。覚えてますか？どんなところでしたか？そうですね、小学校2年生と3年生の頃に1ヶ月ずつ行ったんですけど、その行くまではすごいナイジェリアっていう国自体が、まあ、自分のお父さんがそこの出身っていうことなんですけど、どういう国かっていうのがあんまり分かってなくて、でも実際に行ったら、そのまあ自分行くまですごいジャングルをもう本当テレビで見るようなジャングルを想像したんですけど、すごい街並みも綺麗で人も温かくて、まあ、すごい行ってよかったなっていうのを思って、まあ、今でもすごいいい思い出で、またもし機会があれば一度行きたいなと思います。ちなみになんですけれども、お友達からは何て呼ばれてますか？友達からは、ほとんどがオビって言われてますね。一番短いところですよね。そうですね、はい。一番呼びやすい。はい、たまにパウエルって呼んでくれる人もいるんですけど、大体みんなオビです。続きまして、サッカーについて教えていただきたいんですけれども、はい、現在は流通経済大学でゴールキーパーとして大活躍のオビさんですが、昔からサッカーは好きでしたか？はい、ずっと好きでした。サッカーを始めたのは5歳の頃なんですけど、はい、その前からずっと、その家の近所の公園でボールは蹴ってたんで。お父様と？そうですね、はい。で、僕の実家の隣に、その地元のサッカーチームのコーチが住んでて、あ、はい、で、お父さんと一緒にやってるところを声かけてもらって、チーム入んないみたいに言われて、へ、入ったのがきっかけでサッカー始めました。なんか、オビさんだったら走るのも速そうですけど、はい、なんでゴールキーパーになったんですか？でもちろんいろんなポジションもやってる中で、本当いろんなポジションの良さがあって、うん、それを、ま、経験して、ま、小学生の頃の僕なりに考えて、一番キーパーが楽しいなって思ったんで、小学生とかだともう走り、ま、はい、回りたいみたいな子が多い中で、はい、結構こう見ないといけない場面が多いゴールキーパー、はいはい、どういうところに魅力を感じたんですか？そうですね、キーパーってやっぱその他のポジションのように点を取ったり、うん、走り回ったりっていう華麗なプレーはあんまりないんですけど、うん、それゴール前にずっといるだけかもしれないんですけど、うん、本当そのチームが危機的状況になった時に、うん、そのピンチを防いだり、あとは後ろからもうチーム全体に声を出して守備をもう統一するっていうすごい魅力的なポジションだと僕は思ったんで、うん、まあ、そこに楽しみだってやりがいを感じて、まあ、キーパーをやってます。私も父親のドイツ人で、小さい時は、まあ、ちょっと嫌だなって思う経験が何回かありました。で、まあ、同じように帯さんはそういうふうに困ったこととか嫌だったことってありましたか？そうですね、ちっちゃい頃は、まあ、その自分身長もでかいっていうのとブラックでもあるんですごい目立って、で結構その視線を感じたり、うん、目立つってこと自体が自分すごい苦手だったんで、自分シャイなんで、うん、すごいそういうのがあると、うん、もう当時は緊張して舞い上がって汗もかいちゃったりして、うん、っていうのがあったんですけど、もうそれはもう年齢を重ねるごとに慣れもあるのと、うん、あと逆にそういう目立つことに喜びを感じるようになって、で今ではもうどんどん見てくれっていうふうに思ってますね。はい、もうありがたいです。僕は今、将来サッカー選手になるっていうのを目標にしていて、それは本当ちっちゃい頃からの夢で、でその夢を実現するために僕は10年以上サッカーをしてきて、であともう少しのところでその夢が実現するかもしれないっていう位置に今いるんですけど、まあ、自分で努力したりひたむきに頑張っていれば必ず誰かが見ていて、どんな環境からでも自分が
目標だったり夢としているところに行くことはできると思うんで、そこは諦めずに、今自分が一番したいことを、とりあえず頑張って全力でやっていれば、必ずその夢は叶うんで、ぜひ頑張ってください。